皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生数学科の5章三角形と四角形一節三角形5直角三角形の合同条件を使った証明です。どうもマスターです。はい、じゃあ今日は直角三角形最後ということで、はい、やっていきたいと思います。はい、これですね。はい、はい、じゃあ問題に移りますので準備してください。はい、じゃあ早速問題に入っていきたいと思います。はい、はい、まずこの図を見てください。はい、はい、各 XOY の2辺 OX、はい、そして OY から、はい、等しい距離にある点 P は、はい、その角の二等分線上にある、はい、このことを証明していきます。なるほど、はい、ぼんやりしてますね。ちょっとね難しいように見えますが、はい、直角三角形の証明なので直角三角形の合同条件を使って最終的には証明していきたいと思います。はい、はい、じゃあまずやっていきたいと思います。はい、はい、各 PAO イコール各どっかイコール90度となっています。はい、さあどこに当たりますかね。90度なんで、はい、PBO じゃないですか。そうですね、もうそこに90度マーク書いてありますね。はい、こちら PBO、はい、PAO と PBO が90度となっています。はい、はい、また PA イコール PB ですかね。 PB ですね、はい、そちらももうすでにね等しい距離ですからね。はい、長さが同じというふうに、はいはい、書いてありますね。はい、では結論としましては、はい、どうなりますかね。二等分線なんですよね。そうなんです、ここ二等分線なんです。っていうことは、はい、ここの角とここの角、はい、が同じになれば、はい、二等分線と言えるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ最終的にはここの角度、はい、とここの角度が一緒になれば 二等分線上にあるんじゃないか、はい、ということですね。で POA ですか。はい、POA ですね。お POB、 そうですね、 POB、 はい、はい、OK です。はい、じゃあ各 POA と各 POB 最終的にはこちらを証明していきます。はい、はい、では三角形、はい、PAO と三角形 PBO に注目してください。はい、はい、仮定からねやりましたように各 PAO イコール各 PBO ですね。はい、が90度ですよ。はい、はい、また仮定もう一つありましたので PA イコール PB ですね。はい、ですね。はい、で共通な辺一つありますよね。はい、はい、OP、あ、ここですね。そうですね、 OP イコール OB、はい、となっています。はい、じゃあこの 1,2,3、ね、からどんな直角三角形の合同条件が言えると思いますか。まあ、まず斜辺一緒ですよね。そうですね、まず斜辺ですよね。はい、はい、はい、斜辺とここですね、はい、1A 角、 1A 角、はい、本当ですか。本当ですよね。まずね、角度で90度と言いました。わかりました。なるほど、はい、これ結論ですね。そう、こちら結論になるので、はい、POA と POB が PA イコール PB おですね。ということで斜辺と他の一辺、他の一辺ですね。はい、はい、はい、ということで 1,2,3 から斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい直角三角形なので、うん、はい、三角形 PAO と三角形 PBO は合同ですよ。はい、はい、で対応する角なので、はい、各 POA と各 POB は等しい、はい、ね、ここは等しいということができました。なるほど、はい、従って点 P っていうのは各 XOY の二等分線上にあるよというふうに証明ができます。なるほど、はい、少し難しいですがね、うん、はい、直角三角形の合同を証明していけばいいのでぜひ練習してみてください。はい、はい、はい、じゃあもう一つ証明していきたいと思います。はい、はい、まずこちらの図形を見てください。はい、右の図のような AB イコール AC の二等辺三角形 ABC で、はい、頂点 BCから辺 ACAB に引いた垂線と ACAB との交点をそれぞれ D と E とします。はい、はい、で最終的には BD イコール CE であることを証明していきたいと思います。はい、なるほど、はい、なのでまず AB と AC ですね。 AC が一緒なんですね。はい、じゃあここから仮定わかりますか。あ、もうこれ AB イコール AC です。そうですね、 AB イコール
AC ですね。OK です、はい。あともう一つあるんですが、さあどこだと思いますか。この頂点 BC から辺 ACAB に引いた垂線、はい。そう、垂線ですね。はい。なんでか、ここですね。ここですね。はい。そうです90度。はい。90度を使うので、角 ADB ですね。はい。角 ADB と角 AEC。はい。角 AEC。はい。はい、こちら90度ですよね。はい。はい、垂線ですので。はい。はい、で結論としてはこちらに書いてあるように BD イコール CE を証明していきたいと思います。はい、はい、じゃあまず仮定が、はい、もうやりましたね。ごめんなさい、はい、証明です、はいはい、三角形 ABD と三角形 ACE において、はいはい、仮定からありますね、はいはい、AB イコール AC ですね、はい、AB イコール AC、はいはい、あともう一つありましたね。ADB イコール AEC、はい、ADB イコール AEC、はい、イコール90度と、はいはい、で共通な角が一つあるんですが見つけられますかね。どうでしょう。うん、ここじゃないですか。お、正解です、はい、じゃあ角 BAD、はい、角 BAD とCAE、はい、CAE、そうですね、各 CAE、はい、はい、そうですね、なるほど、はい、じゃあ丸1、丸2、丸3からどんな直角三角形の合同条件が言えると思いますか。はい、はい、まずは、はい、斜辺が等しい。そうですね、まず斜辺ですね、はい、斜辺と、今回 1A 角でしょ。そうですね。それはどこに当たりますか。ちなみに BAD と CA、角 CAE ですか、はい、こちらですね、ですね、こちら、はい、ここの角ですね、はいはい、斜辺と 1A 角、はいはい、角がそれぞれ等しい直角三角形なので三角形 ABD、そして三角形 ACE は合同ですよ、はいはい、で対応する辺だから BD と CE は等しい、はい、ということで証明することができました。なるほど、はい、まあ、そんなにね、うん、難しくない、はい、ちょっと証明だったかなというふうに思うんですが、そうですね、ただまあ 1A 角どこが A 角なのかそうとか、この90度ちょっと抜けがちですよね。そうなんです。で直角三角形は90度ですよね、直角なのでね、はい、そこを忘れずに、はいはい、書いてほしいかなというふうに思いますね、はい、はい、じゃあ三角形ね、長い間ずっと証明してきましたが、はい、三角形の合同条件、はい、そして直角三角形の合同条件、はい、こちら全てで5つありましたね、はいはい、こちらマスターできるようにしっかり練習してほしいかなというふうに思います、はいはい、あとはあれなんですよね、まあ、今回は直角三角形は直角三角形の合同条件を使いましたが、はい、別に三角形の合同条件を直角三角形に使ってももちろんですよね、はい、はい、なので、まあ、自分でね選ぶのが必要かなと思います、はいはい、では、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回は、四角形になります、はい、また見てください、はい、また見てね。